トミさんもじゃあ、競馬の動画ね、撮り終わったんで、本日2本目の動画ね、ちょっとどれっこまで撮れるかね、わかんないですけども、とりあえず撮ってね、ちょっと多分ね、この動画上がるのは、年明け後に 100% になりますんでね、ちょっとご了承ください。ではね、とりあえず撮っていきたいと思います。本当はね、ちょっと1週間ぐらい前に発売されたんですけど、ちょっとね、体調不良および怪我、もろもろございましてね、ちょっと引き取り遅れて、で、ちょっとね、初期不良があったんで、店舗の方に言ってね、運よく在庫が1個残ってたんでね、それと今日取り替えてきたんで、やっとね、紹介できる状態にはなりました。ではね、紹介していきましょう。もうこれね、かなりの YouTuber さんが紹介してるんでね、まあ、ある程度は紹介省きたいと思います。こちら、トミックス9866に、JR500系、7000番台の山陽新幹線、ハロキン新幹線でございます。まあ、本当に多分発売されたの21頃かな。ただ、いつだっけな。22か23あたりで一人ご存知なんですけど、スマホマジで小指の付け根あたりにガーンって落として、めちゃくちゃ腫れて、歩くのはね、なんとかなるんですけど、ちょっと遠出っていうのはね、体的にちょっときつかったんで、ちょっとね、引き取り遅れちゃったんで申し訳ないですけども。でね、まあやっとね、おとといかな引き取ってきてで、その後体調崩して。で、昨日ね、ちょっとじっくり見てたらね、ちょっと傷がね、一箇所あってね、それで初期不良ちょっとね、取り替えてもらったんでね、ちょっと今日になっちゃってます。ごめんなさい。では、とりあえずね、早速行きましょうかね。裏返しちょっとね、こんな感じですね。まあこれある程度の人紹介してんのかな、ちょっと見えるかな、光の加減で見えてて面白いですけど、まあこんな感じでね。まあ、山陽新幹線の走る区間のキティちゃんのね、ラッピングが書かれてまして。まあ、こんな感じでございます。結構可愛いっすね。いちごに、ふぐに、貝に、もみじまんじゅうに、何岡山これなんだろうね。わかんねえや。で、鳥取がこれ梨かな。で、兵庫がフランスパン。で、大阪はたこ焼きと。まあ、これ可愛いね。ただこれ何なんだろうね、岡山のこれ。なんかのパフェには見えんだけど、何なんだろうな。メロンなのかな。わかんねえ。桃なのかな。でも緑っぽいからね。何なんだろう。岡山って言ったら俺個人的にはきびだんごしか知らねえんだよな。申し訳ないですけど。まあ、とりあえずね、見ていきましょう。とりあえずね、表表紙の方はね、まあこれ結構なんだっけ、試作品とかはね、結構出ましたんですけど、まあこんな感じでね、なっております。こんな感じですね。まあ見えるかな。ではね、行きましょう。で、まず先に、言っとくか。これね、皆さんが言ってるかどうかわかんないですけど、メーカーの方からお詫びが出てます。ちょっとね、見にくいんで申し訳ないですけど、こちら。オプショナルパーツリストの室内灯の部分、これね、0731の、室内照明ユニット C の白色って書いてあるんですけど、これ確かね、0733の L が正しいんじゃなかったっけ？ちょっと待ってくださいね。スタポケ買った。SWPC 貸してた馬がね、ちょうど今ね、12時半帰ってきたんで、ちょっとね、今ちょっと走らしましてすいませんね。ちょっとスタポケやりながらね、動画撮影なんで、ちょっとごめんなさい。確か説明書の方はね、記載が正しいんだけどね、こっちのなんだっけな、パッケージのパッケージじゃねえや。なんだっけな、加藤で言う、粉ポップじゃねえの、なんつったらいいんだろう。まあいいや。なんかそれがね、間違ってるらしいんですよね。そうするとこちら。正しくは室内照明灯が0733なんで、まあお買い求めの間違いのないようご注意ください。メーカーの方にはね、確かお詫びが載ってましたはずです。よっしゃ、当たった。当たったじゃん、カッターだ。うわぁ、4.4 倍の馬がワンツーフィニッシュじゃん。あ、よかった。最近のスタポケってね、オッズが接戦だとね、負けるっていうのがね、ツイッターで話題になってたんで、ちょっと心配したんですけど、よかった、とりあえず勝ってくれて。そしたら1時のレース、大黒。ってわけなんでね、とりあえず紹介していきましょう。まず先に、あれか、ステッカーの方から紹介していくか。よいしょ。まずね、こちらが、1号車にね、貼るステッカーでございます。こちらね、なんか、エヴァンゲリオンの時みたいにね、結構数豊富でございます。で、これあれかな、黒線の内側切るのかな。ちょっと待ってくださいね。そうですね、ステッカーに関しては、ちょっと待ってください。ステッカーに関しては、黒い線が残らないように切り出してくださいってのことなんで、まあ、この線の内側で、切るようにするみたいです。ちょっとこちら。なんか可愛いね、このキティちゃん列車。なんかどうせなら次キティちゃんじゃなくてさ、サンリオのキャラクターさ、なんか誰かがアンケート取ってさ、それでやってほしいね。まあ、サンリオがやるのか JR がやるのかわかんないけど。これでもしなんだろうな、プリンとかさ、カエルとかさ、なんかいろいろあるんですよね、サンリオのキャラクターって。俺どちらかというと結構サンリオ好きなんですよ。うわ、こいつ気色悪いと思われたら、まあ、それはそれ全然構わないですけど。まあ、とりあえずね、そんな感じでございます。で、こちら、ちょっと見づらいかな。1号車から4号車に関しては、各車両何箇所かね、窓埋めされてますんで、室内撮りの時はね、こちら、遮光シールがね、別についております。ちょっとね、光の加減で、見づらくなっちゃうんでごめんなさい。ではね、そんなこんなで、一応各車両見ていきたいと思います。1号車から順に行きましょうかね。よいしょ。博多寄りの先頭車両でございます。527000に。まあ、交換してもらった車両これなんですけど、見たかな。見たね、この先頭車両ね、ちょうどこの部分かな。埋められてない窓の一番左のところがね、ちょっとすり傷かね、切り傷みたいなのがちょっと目立ったんで、ちょっとね、交換してもらいました。
この車両に関してはね、まあ問題ないと思います。まああとはもうしょうがないんでね、メーカー対応にしてもらおうかなと思っております。今回ね、ほんとメーカーがね、なんだっけな、1月の4日も休みなんですよ。あ、確かね、7日の月曜日から営業なのかな。ちょっとそれでね、店舗の方出したらまだ在庫残したんで、ね、よかったかなと思っております。一応ね、500系らしい独特の、ね、顔は再現されております。かっこいいね。これでも色差しな、この辺ちょっとね、黒く塗ってみたいんですけど、もったいないな、これ塗ったら。で、これが、どこの車両だっけ？ちょっとピンとこない。え？どここれ？福岡いいのかな？博多でいいんだっけ？いちごだからそうですね、福岡っすね。ちょっと待ってくださいね。いちごはそうですね、福岡っすね。一応ね、裏面も綺麗に印刷されております。かわいいね、これ。で、これあれだね、ペンギンモデルのステッカー買ってさ、この辺ちょっと埋めたいね。自由席か指定席に。え、そして2号車が、526の7004でございます。あ、なんか引っかかった。セーフ。危ね、折れると思った。こちらが、フグかな？山口のフグっすね。あー、鉄柵いて。俺、フグって食ったことないんですよね。一度食ってみてんだよな。一応ね、綺麗に印刷されております。で、こんな感じですね。でね、今回のこの製品の何がすごいかって、エヴァンゲリオンの時はね、値段が3万5千円したんですよ。定価が。でもね、これね、ハイグレードっていうのが何て言うんだっけな、トミックスのね、インレタついてる車両買うと分かるんですけど、上級者向けのね、やつでね、インレタがついてるんですけど、今回ね、そういうのが全部ね、印刷済みなんですよ。俺、それでね、3万ってね、べらぼりやすいと思うんですよね。あと、サンリオのさ、ほら、なんだっけ、著作権とかいろいろあるんでね、版権代とか。版権代は分かんないけど。すごいなと思いますね。でね、この車両何がするかってね、こちらちょっと見てもらったら分かるんですけど、各車両に浮かしたね、このサンリオのロゴが入ってるんですよ。1976、2018、サンリオ、高校、なんとかって書いてあるんですよね。これね、全車両に乗ってるんですよ、こんな感じで。これすごいっすよ、めちゃくちゃ。そして3号車が、527の7003でございます。で、ね、こちらこんな感じで。で、こう来て。で、ここのね、2つの窓が埋められてます。これは何だろうな。ちょっとわかんねえ。これはあれかな？島根の何だろうね。何の貝なんだろう。アサリかシジミなのかな？ちょっと島根の特産物、俺ちょっとご存じないんで、ちょっと申し訳ございません。で、反対側も、綺麗に印刷されております。こんな感じでね。この各車両のさ、乗客用のドアのところにさ、このリボンマークって可愛いね。俺が可愛いねって言うと絶対気色悪いって思われそうだな。一応ね、そんな感じでございます。そして4号車が528の7002。これはあれかな？鳥取でいいんだよな。なんだ、鳥取だけどこれ、青レンゴなのかな？梨には見えねえ。どうなんだろう。ちょっとね、まあ、鳥取だ、梨なんだろう。鳥取でも梨って有名だっけ？ちょっと、その辺もご存じないんで、ちょっと申し訳ないですけど。そしてね、反対側はこんな感じ。526が7000人。528か。あ、そうですね、528ですね。これってあれだっけ？確か3号車の、こっち側かな？2号車のパンタグラフ側になんかつけるんだっけ？パーツ。違ったかな？あ、そうですね。あ、失礼、3号車だから。あ、3号車か。これ4号車だ。失礼しました。失礼しました。3号車のこっちですね。パンタグラフ側のここになんかパーツつけるんでね。両面テープあるんで、後でつけたいと思います。別動画になります。ご了承ください。そして5号車、5号車が、元車ですね。525の7004。もう詰めで。この大キャス分めちゃくちゃ詰めでな。5号車は、もみじまんじゅうでいいのかな、これ。わかりづれ。広島。多分もみじまんじゅうでいいと思います。あ、なんかゴミついちゃってる。一応ね、5号車からはね、窓埋めが一切ないんでね、こんな感じでございますってことだけで済みますね。ひっくり返してね、こんな感じでございます。シャバンの印刷も綺麗だね、本当に。なんか、エヴァンゲリオンの時もね、すごいなーと思ったけど、これもすげえな、本当に。そして6号車、526の7202でございます。これは何だろうな。おそらく岡山なんだけど、何なんだろうな、この緑って。桃でも緑じゃねえよな。どうなんだろう。ちょっと分かりづらいんで申し訳ございません。どうなんだろうな。デザート系だと思うから、おそらく桃にはなると思うんですけど、なんだろうな。青リンゴなわけやねえからな。一応ね、反対側はこんな感じで、でっかいリボンのね、片っぽがあります。そして、反対側はね、こんな感じで。で、こんな感じでございます。でね、まあちょっと先にね、7号車と連結してるんですけども。どうやって連結するんだっけ？最近ちょっとトミックスの車両が買ってねえから。ああ、連結できた、連結した。これね、こうやって連結させるとね、ちょっとね、ホロがあって見づらいんですけど、レボンがね、まあ、くっつくようなデザインになってるんですよ。ちょっとピントあんねんで、ごめんなさい。
こんな感じですね。これ結構可愛いんですよね。で、切り離すときはこれ上にスポンってやるの。あれ、どうやって切り離すんだっけ？あれ？ちょっとカプラ変わった？これ、もしかして。ちょっと待ってください。連結を開放する場合は、連結両方の車両が直線と双方の車両をゆっくりと軽く引っ張りながら開放してくださいと。あ、そういうことか。おいしょ。あ、こんな感じか。なるほど。でも俺が持ってるやつの連結器変わったんですよね。多分俺が持ってる300系とかとね、多分違う感じがするな。そしてとりあえずね、7号車でございます。7号車ね、パンタグラフついてる車両です。リボンのマークがあって。これあれね、従業員のあれなんだっけ、車、な、なんだっけな、これ。なんだろう。わからん。多分乗務員室かなんかだと思うんですけど、なんて書いたのか、ちょっとピントが。あ、何でしょう、これ。すいません、ごめんなさい、わかりません。そして7号車でございます。で、こんな感じで。で、7号車に関してはね、これはフランスパンかな、兵庫の。兵庫ってフランスパン有名なんだ。初めて知った。あんまり西の方ってね、まあ俺、別に旅行するのが好きな方の人間ではないんで、ちょっとあんまりね、各地の名産物とか詳しくないんで、ごめんなさい。ここに印刷されてんだね。何かわかんない。ピントがずれ。なんか印刷されてんだよな。なんだろうね、このマーク。この車両だけに印刷されてるわけじゃねえな。こっちのね、2号車のパンタグラフ付きの車両にもありますね。この同じ印刷の。この部分。なんだろうね、このマーク。わかんねえ。そして8号車。これ、新大阪寄りのね、先頭車両でございます。522の、7002でございます。で、こっち、こんな感じで。そっか、こいつあれか。行き先のあれってないのか、もしかして。あ、あるやつはあるよな。先頭車両はないのか。で、こんな感じで、たこ焼きが入っております。たこ焼きって言ったらあれだよね。こんな感じでございます。こんな感じですね。ハローキティ新幹線、500系と書いてございます。で、JR の522、7000と。で、V2 編成。全部の、ね、ガラスにも、V2 がちゃんと印字されております。だからね、この辺のね、ハイグレード仕様のね、上級者向けのやつがね、全部印刷済みっていうのはね、本当に助かるね。これは本当にね、非常にありがたい。このほくろみたいなの何なのかな？印刷されてるみたいなんですけど。これも面白いね。なんかポツーンって。っていう感じのね、車両になってございます。まあ今回のね、この車両セット、N ゲージやってない YouTuber さんもね、まあ一人買ってんの俺見たんで、結構人気なんですね、これやっぱり。まあ予約しよかったかなと思うんですけど。個人的にはね、まあ満足できるかなと言いたいんですけど、一個だけね、難点つけるとすると、エヴァンゲリオン持ってる方だったらね、わかると思うんですけど、ちょっとスリーブが残念なんですよね。しょうもないところつくと。エヴァンゲリオンってね、なんていうのかな。エヴァンゲリオンのやつだけはね、紙のね、ちゃんとしたケースで、開け閉めができるやつなんですよ。でもこれ、従来のトミックス用のスリーブなんで、ちょっとここだけがね、エヴァンゲリオンに比べたらね、チャッチーかなと思うんですけど、でも本当に、これで3万だったらね、安いと思うね。俺だったら安いと思う。てか、買っちゃったしね、本当に。これに関してはちょっとね、室内灯もせっかく入れれるようにね、このなんだっけ、こちら？この、なんていうのこれ。遮光シールついてるんで、まあ来年ってか、もう明日で来年なんですけど、来月の、ね、1月からはね、俺ちょっと出荷がね、発売の出荷が2月3月ってね、ほぼ未定なんですよ。日比谷線の5扉がどうなるくらいかで、2月はね、俺一切予約しないんで、あとは4月に京急と、総武線かな？加藤の。E231 系6トン車総武線に、2セットだけと、で、5月はね、今日予約してきたんですけど、ちょっとね、電話番号とかがあるんで、ちょっとね、なるべくモザイクかけて、モザイクかけないんでね、ちょっとまあ見せる程度でいきたいんですけど、こちらね、今日予約してきたんですよ。あ、ちょっといけるかな。加藤の中央線の基本1本と、造血2本と、カートレイン1本。だからね、まあ5月はね、一応これだけになる予定なんですよ。だからね、まあ、来年の2月か5月か6月頃、まあ一応予算としては多分各3万ずつぐらいかな。まあ俺にしては結構金額的には、まあ安い方だと思うんですよ。買うときは結構俺一気にドスンって出荷重なっちゃうときあるんで。まあちょっとね、今のところ来年はね、俺ちょっとセーブしてたんで、まあなるべく安く済みそうなんでいいかなと思うんですけど、まあ多分行っても4万ぐらいかな。多分4万ぐらいだと思うんですよ。加藤のやつがね、4万で何だか買えるってめちゃくちゃ安いですからね。グリーンマックスだったらだって重量1本買ったら終わりなんですから。まあ、そんなくだらないね、ザーゴと置いといて。まあ、結構ね、いい出来だと思います。この後のね、ラッピング車は何かっていうのは気になりますね。ちなみにこいついつまで走ってんだろう。ちなみにこちら、今年の6月30日に登場したハローキティ新幹線。
定期便のこだま730と745と活躍しますと、西日本の地域活性化を、目指す同社は、地域をつなぐ、結ぶという思いの詰まったリボンを用いるデザインで、ただピンクのベースにリボンのイラストを配し、1号車が近くの、外側には福岡、山口、島根、鳥取、広島、岡山、兵庫、大阪の8都県の地域限定のハローキティがすると言われていますと、内装は1号車、2号車が特別仕様、4号車、6号車が指定席、3号車と7号車、8号車は自由席か。シートがすべて撤去された事故車では、西日本の各地域を紹介するハロープラザとしてショップベースや、失礼、ショップスペースや映像コーナーを設け、2号車は自由席を備えながらも、かわいいルームいいのかな、そして、先頭車側スペースで制服姿を貼る記念撮影ができるフォトスポットが設けられていますと。いつまで運行するんだろう。わ かんない。いや、これいいね。エヴァンゲリオンの後ね、ハローキティが出るって言ったんで、なんだと思ってたんですけど、でも結構ね、なんだっけな、報道向けに試作車が出たときに、正直言って俺めちゃくちゃ可愛いなと思ったんですよね。まあ、なんだっけな、トミックスのやつはね、この V シリーズ、V シリーズっていうのかな。500系の8両の V 編成ってね、俺の記憶だとこいつが、1、2、3、1、2、3、4、5、5本目かな？確かノーマル車が出て、新幹線が出て、あ、違う、新幹線じゃない。待って、ノーマルが出て、新幹線ジャーが出て、プラレールが出て、エヴァで、これなんで、多分5本目なんですよね。だからね、ちゃんとパンタグラフとかもね、これ2号車。まあ、加藤はね、これがちゃんと製品化されてないんで、あれなんですけど、これはね、ほんとトミッツいいところなんですよね。やっぱりこういうふうにね、一度型枠さえ作っちまえば、流用できるっていうのがね、トミックスは分かってらっしゃるんだよね。その点ちょっと加藤はね、再生産っていうか、なんつうの、俺一回なんか製品紹介の時のコメントで、あ、製品紹介に、ね、製品規模とか言ってたんですけど、スパンがちょっと長いんですよね。東急も。まあ、俺としては、やっと総武線も出ることだしね、悪くねえかなと思うんですけど、やっぱり209系が出た後ね、だいぶ遅いんだよ。という感じがしますね。一応説明しちゃうとこんな感じですね。一応このパンタグラフがつく車両の、パンタグラフ側にね、カバーなんかつけるみたいです。これが、ね、騒音防止かな？あとはケーブルヘッド、525と528か。525だから、モーター車の5号車と、528だから4号車と5号車の間か。につけるみたいです、これ。あとは、こんなもんかな？ステッカーの貼り付け。1号車と2号車か。ちょっとピン立ってないでごめんなさいなんですけど。で、こんな感じで、ステッカーも貼るみたいですね。まあ、ステッカー貼り付けの動画もね、俺撮りますんでね。まあ、ちょっとまだステッカー貼ってない方とかね、貼るけど、ちょっとどうやって貼ったらいいかね、まあ、わかんないって方は、まあ、俺の動画ね、おそらく失敗する可能性高いですけど、俺の場合は。まあ、ちょっとね、俺の動画、まあ、試しに見てみて、でね、まあ、貼ってみようかなと思ってくれたら、まあ、ありがたいかなと思いますね。とりあえず今、12時53分か。今、1時か。まあ、競馬の動画からまで多分1時間、あと1時間ぐらいかかるんで、ちょっとこの後ね、ステッカー貼り付けと付属品取り付けの動画、ちょっと撮っちゃいましょうかね。はい。というわけで、この後撮りますんでね、ご視聴ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。